おはようございます。久しぶりにこうやって撮りますね。あ、そうじゃない。さて、お金を払いましょう。お金を、はい、100円上がってる。100円、1500円になる。ああ、キリがいいですね。いやいや、いや、ここ3人って書いてるけど。ああ、そっか。じゃあちょっと。ちょっといいように、まあ、何もかも見ながら。じゃあすいません。2000円からで、はい。はい。どうも、ありがとうございます。いい。いや、今日は大雨が降ったからね、みんな来るかなと思って、はい。ああ、他に誰か予約してる人とかいるんですか。いや、みんなキャンセルに、ね、他は。あ、キャンセルなんですか。すごいね。でもなんか天気予報だったらあれだったっすもんね。昼から、うん。ねえ、そのうちね、ここに、うん、これキャンセル持ってる人はここに貼ってくださいってことですよね、きっと。ねえ、誰かが貼ったらね、絶対貼ると思う。今日は誰も来ないっぽいですよ。もう貸し切りよ。貸し切りですよね。キャンセルってだけ。やった。タープはある？ない。あ、タープ俺持ってきてます。あ、ある？はい。あれ持ってきました。ユニジアのやつ。ああ。はい、ポリコットンの。テント？社長？いや、テントを持ってきてました。あ、テント持ってきて。はい。あれみんな社長泊ですか？いや、俺もテントにしようか社長泊にしよう。一応テントも持ってきたけど。あ、なるほどなるほど。めっちゃ社長強い。なるほど。まあじゃあとりあえずタープやりますか。タープだけ立てようか。わかりました。うちのカバンに入るはず。あ、タープね。タープここです。タープ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 紐を通してここを通すってこと。そうです。ああ、そっち通す。もう一個の方にこれを通して。ああ、そういうこと。かけるっていう。貸し系じゃこれ。全然どっち行く？なんか男塾の方みたいな。これ。そうそうそう。あったね、そういうのが。貼った貼った。風がなんか強くなったね。うん、なんかそんな気がする。できるよ。ええよ。ちょっとカバー外さないけんけど。うわ、やばい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 。あー、飛んでった。おお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 。ダメだ、いろいろ飛んだ。マジっすか。マジか。あれテント歯折れただろうの。あ、折れたんじゃない多分。あれ下までポールがどっか行ったかもしれない。避けてなければ大丈夫じゃない。部品がどっか飛んでた。 あった。あ、でも、ね、どうだろう。避けてます ね。避けてる。ああ、短い人生だったかこいつ。天井のとこがここが。あ、ダメじゃん、捨てよう。さすが治んないですもんね。もうなるね、もう完全にシャチなんだよね。うちパンからとりあえず貼っとったら。いや、捨てる。捨てる。うん、あの見た目がわからんでいいんじゃない。いや、捨てる。誰かプレゼント企画で。捨てる。サダさんの汁がついた。捨てる。メーカーに修理だ。捨てる。すごい風だったっすね、今の。今瞬間もう捨てる。あ、でもこれ4、5回ないと使った。1回だけ。1回だけ。俺と一緒にやった時だけ。そう。嫌な予感はしようたら、やっぱり嫌な予感だった。ポールも曲がったわ。あ、ほんまだ、うん、捨てる。ちょっとカーサイドタイプは弱い順がよう分かったの。ちょうどね、あのフック止めようかっていう時に風が思いっきり吹いたっけね。ああ。あれ、スパイファミリー。面白いね。あの、
アーニャが可愛いじゃろ。 あれ面白いです。アーニャがすごい可愛い。ハヤミンとじゃけ、あのサナさんはあれ、俺の青春ラブコメは間違っているって、あれ見た、あれだけ主役があの2人でしょ。そう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 。ああ、かぶっちゃうんじゃろうと思って。そうそうそう。5月6日からですね、イチオシストアで販売が開始されるこちらのオプネルナイフのケース、8番、9番、10番が入るようになってるんですけども、これがね、以前僕が自分で作ったやつです。どうでしょう、寸分たがわぬ感じで作ってもらってるんですけども、まあ違うところといえばね、まあ、例えば縫い目、あとこちらですね、編み込みの仕方、僕が作ってた方は、ダブルステッチってやつだったかな。こっちの表は綺麗なんだけど、こっちの裏側の方はね、こんな感じでスカスカになってしまう、ステッチでした。こちらのね、メキシカンステッチだと表と裏はね、両方とも綺麗な感じになってるので、この辺がね、違いかなと思います。あとの金具とかもね、こっちの方が結構頑丈なものをつけていただいてます。こちらはですね、イチオシストアで限定販売となってますので、気になった方はですね、ぜひ見てみてください。一段落したら飯しますか。ちょっとこれ一段落した後にテント立てたらおげかったかもしれない。いや、その方が風がなくてええかったかもしれないと今ふと思うけど、今までこれテーブル飛んだの初めてだな、こいつ。あと火箸でやるよりランタンでもかけましょう。ニャンタンさん、ニャンタンさん、オッケーされそう。メイクニャンニャンって。おー、なんかすげえキャンパーっぽい絵になってますよ。キャンパーっぽい、キャンパーっぽいです。パリピっぽい、パリピ絶対違うじゃろ。どっちかっていうと底辺に近いんだけどそれは言ってはいけない。寒いけどビールでも飲もうか。これもうビールしかないもんしまった、こんなに寒いんだったら焼酎かなんか買ってくれないかな。えらい下がったの気温が。俺でもこの辺につけとるけど大丈夫かしら。ダメ。あ、でも多分大丈夫だと思いますよ。いやー、おー、おー、あー、めっちゃ飛んでる。マジか。マジか、いろんなものが飛んできよる。さあ、とりあえず、はい、佐田さんの温度で乾杯しましょう。なんで俺の温度、シミだろ。え、言い出しっぺ佐田さんじゃん。俺か、29日から休みじゃけって。あ、俺だけだけど。で、俺も休みじゃけってで、じゃあ行こうかって。お互い様ましょ。俺だけじゃなかった。今日は1万8000円の損害だな。損害と賠償を請求するって。ええかったよ、あれ車に引っ掛け傷がガーッて掴んでから、うん、みるみるだった。あっちまだったね、多分、うん、今日でも焼き鳥すごかった。30分待ちとか40分待ちっていうよ。マジですか。電話もかかってくる。これも使っていいんですか。どうぞどうぞ。これいいかなと思って。あ、こっちのたこ焼きでそっちがイカ焼きなんだよ。いや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 、たこ焼き2つくださいって言ったんだけどそんなそんな細かいことします。これ使った、たこ焼き。これで良ければありますが。おお、なんかどっか引っ掛けるやつ。あ、ここでもいいっすよね。やるのだからか。任せて。今狙っただろ、今。任せて。エースを狙いだった、今。トップを狙いの方です。エースの狙いは、いや、テニス。テニス。おちょ。トップを狙いロボット。あれ、あれはガイナックスのロボット。あれアタックナンバー。アタックナンバー。全然違うわ。ごっちゃになってる、ごっちゃになってる。でも中華鍋あれだな。早く欲しいなと思いながら。あ、伸びたのが。あ、残念で。そうなんですよね。これ4月の下旬って、いつポチろうかなって調べよったんだけど。いや、中華鍋持ってはいるんだけどね。使ったことがないだけで。中華鍋。あ、あるんだ俺も。あ、シーズニングしてない。シーズニングすらしてない。
ちなみにですね、これがその製品版のやつなんですけど。タラララッタラッタラッタタッタラーって。ほう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 。あ、ちゃんと袋も入ってる。うん。薄いかと思った。うん。あ、これが。でもね、すごい分厚くしすぎると、今度重たくなりすぎるんで、うん、まあ、ある程度の、多分1ミリか2ミリとかだったと思うんですよ。これ、あの、黒革鉄っていうんですかね。あ、黒革の手帳。松本清張。ご清聴ありがとうございます。反対ですね、こっちが、あ、こっちで、これが上に、上に来る形。分かってたら、分かってごめん、これすぐ受けてら受けるの。まあよく考えたら分かんないわけはないですよね。いや、無理だね。下にどうやって振るんか。下につくんかね、ちょっとやってみたくなったね。あれ、つかんの。ん、反対向きで。つかんの。つかんの。あのネジ穴の向き。ああ、そうか、つかんの。ついたらちょっと面白いなと思って。メモリが面白いんだよね、これ。ねえよ。あ、飛ぶ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 。何でしょう。あ、なかなかの重量じゃない、これ。そうなんですよ、だからそれ以上あの厚くしてもダメだし、大きくしてもダメだったんですよ。収納さ、これぐらいだったらあれだね、あんまりヒートでも曲がらんけん。あ、そうですね。で、これ薄すぎないもんね。これが、あの、使い込んでいくとこれに変わるという。ちょっと今中にいろいろ入れてますけど、これあの上で炭をね焼いてるんですよ。ああ、そうか。ダッチオーブン的な使い方したんで、そういう風に。そんなにでも製品版で変わってるところって、うん、そこまでないですね。そこまでないんだよね。まあ取っ手がこれあれだね、天ぷらやってみたいな。ああ、できます、できます。うん。で、一番最初の試作品はその持ち手もなんかもっとなんか、あ、ちょっと待ってください。これが一番最初の試作品なんですけど、これはもう持ち手がもう全然色が違います。すげえ、3つ違う、3つ。みんな違ってみんないいじゃん。で、この持ち手のところも、なんかちょっと作ったような木の色じゃないですか。だから、ちょっと変えてくれっていうんで、今のあの、そっちの製品版かなの色に変わったんですよね。これいい色よね。まあでも使い込みは。取ってつけたような取って。とてもいいです。とてもとってもとっても。大好きよ。あ、チャーハン作るんだったら2人前ぐらい。はいける感じですね。いね、はい、3人前もいけるんですけど、ちょっと大変です。そうそう、返しにくいんで、多分2人で、これであと佐田さんと俺が1個ずつ買って、次集まる時は5個。誰かこれが5個一番うまいか、5個出てくるとかってどうだろう。でも次はあの揚げ物とかもやりたいです ね。せっかくこういうのがあるから。天ぷらやってみたい。あ、天ぷらいきますか、うん、揚げ物、唐揚げとか。ああ、まあそれこそ明太子の天ぷらとかもうまいですよ。チーズの天ぷらとか。これもつけてね。俺が結構深い系、これ、天ぷら鍋になるよ、これ。うん、天ぷらとしてもいけますね、確かに。とんかつにしてとか。とんかつ揚げるのはちょっと小さいんじゃない、これ。前、あの、エビチリ作りましたよ、これで。ああ。エビチリとかだったらね。うん。これがね、浅いやつだと、こう、ふた出るのよね。から。ああ、すいません。これはいいな。うん。寒すぎる。寒い。寒すぎる。俺も前着てたモンスターパーカーとかさすがにいないんやろうと思って着てくればよかった。ほんとそう、今日はだ楽勝だろうと思ったら全然、雨もちょっと降るかもしれないですね。降りそうだね、うん、僕は持ってるのが500だけ、10時間ちょっとぐらいしか持たない、うん、もう十分だろ、十分。いや、これが1000なんよ、1000ワットなんよ。なんで1000ワットって最近あんなにちっちゃい。容量で言ったらですね、27万ミリアンペアワーです、ね、あ、結構あるね。あ、そうだ、なんかこれのあれをやってもらおうと思ったんだ、あの無接点充電っていうんですか、ちょっとやろうか、できるのかどうなのかっていうのが、待ち受け画面を見せていいかどうかっていうのはちょっとあれだけど、大丈夫大丈夫大丈夫、もう恥はさらしてます。ちなみに、ちなみに どんなやつですか。マリーちゃんなんだけどね。いやいや、そんなのは別に。これでどうすればいいんだ、これ長押しして電ポンって言ったらあれだよ。あ、できるんだ、うん、すげえ。あの、このスマホを持ってないんですよ。対応のやつを、対応のやつを、意味ね。あ、でもできますね。できるね。え、ちなみに今ちゃんと充電になってます、これ。あ、なってる。あ、なってます。あ、
すごい。この待ち受けが欲しくてあのツイッター始めを登録したっていう。あ、そう、あのしれっと入ってきたでしょ。いや、アイコン見たらあの夏みかんのソフトクリームだったから、あ、絶対サダさんだと思って。あのこの待ち受けが欲しくて。ちょっと待ってください。映しておきましょうか。ツイッターに入った。これ。この待ち受けが欲しくてってどういうことですか。ツイッター入ってないともらえないんですか。もらえないやつなんです。そうなんですか。あのフォロー戦と、あ、ちなみにあとついでにあのちゃんと充電できてるっていうマークが欲しいっす。ああ、稲妻マークね、うん、このえマイマインちゃん、マリンちゃん、マリンちゃん、すげえ、今ちゃんと今え、いや、なんで言ってるか。フォローした、フォローした。あ、ここ入る。うわ。どこも入る。雨が。あ、どこも入るんか。うわ、降り出したし。お、なんかすごい。よいしょ。あ、暑い。あ、大丈夫か。うまそう、うまそう。いただきます。ちぎれる。うまくちぎってください。うまく。全然何もちぎらずに作ってますからね。あ、あ、さっきのスパイファミリーすごい売れよってね、原作も。あ、そうなんですか、うん、いや、あれは面白いわ。アニメはもっと面白いね。声がつくとやっぱ全然違うけど、ね、女の子すごい人気よね。あーにゃ、稲川淳二の生き人形っていう声があって、こうなんかさ、あれ一番有名なんよね。それの少女人形の名前があーにゃとかだったやったかな。ティッシュか、ティッシュも、ティッシュここにあります。ある、なんかいろんなもんが、それはビシャビシャになるんじゃない、そこ置いちゃったら。ここでもそれ最高。これはもうダイソーでございます。これこれ、はい、これダイソーにある、こんなんか。あるんですよ。へぇ、200円します。多分ね、このカラビラとこれで多分100円なの。この200円でこのクオリティはないんじゃない。これはあるじゃろ、これ200円じゃない。普通買ったらこれ多分 2,3 千円するよね。え、マジ？そこまではしないと思うけど、これ DOD とか入ってたら、あ、DOD とか入ってたら1000円はしますね。1000円とかじゃないね。数百円はすると思う。1000円ぐらいすると思う。1500円ぐらいするかもね、うん、下手したら。だってこのクオリティ良すぎない、これ。しかもちゃんとあのボックスティッシュ、その辺に売ってるやつが入ってるんですよ、ね、それ、うん、これ何にも柄が入ってないとこまたいいよね、これ。そうなんですよ。だそれはね、多分ね、ダイソーはね、多分ね、学んだんだと思うんですよね。その変な柄はいらないっていう。なんかね、あれ変な柄言う。変な英語が入っちゃったりとか。すごいね、これカラビナがついてるけ、なんちょっと邪魔にならないよね、これ。いやいや、これなんかさっきから見て高そうじゃないと思ったら、ダイソーとは思わんかった。あ、マジですか、うん、なんかそうなん、ありそうじゃん、キャンプ用品店に。俺ティッシュじゃなくて、あのキッチンペーパーの方。あー、このタイプの、あれすごい便利で重宝してたよ。え、これでキッチンペーパーのやつがある。うん、折りたたみのやつのキッチンペーパーあるよ。これダイソー、それ、あ、そうなっちゃうんじゃん。おー、だからこれペーパータオルので、それ専用なん、これ。ちょこちょこ、これ普通のティッシュペーパーボックスの、おー、あ、に入るんじゃん、うん。え、それもダイソーとかで売ってるんですか。これダイソーだし、これもダイソーやろ。これもダイソー。へえ。マジックテープで留めるだけだけど。でもキッチンペーパーもいいっすね。これのキッチンペーパーあるよね。多分あるよ、これ。あ、なんか入りそうっすね。ああ、いけるね。だから2つ色違いとかであったら、うん、分かりやすいですね。ああ、色変えて。へえ。でもこれはいいよね、でも。うん、このカラビナがあるから便利よね。いや、まさかこれに食いつくとは。いや、俺それ今なんか、うん、なんかどっかのメーカー品なんかな。いや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 、これもだから絡みなさえあればこうやって、あー、かけられるから。でもやろうと思ったらなんかできそうなんですよね、改造して。だってダイソーで買ってもね、2個で100円とかあるもん。うん、こんな感じでリモコンの。今日夜寝苦しいかと思って扇風機持ってきたのに、扇風機なんなんていう感じ。いや、暑かったらどうしようかなって。いや、寝苦しいなって。この扇風機一応持ってこうと思って思う。いや、なんなんこれ寒さ。マジで寒いなこれ、ね。自分のことじゃないですけど、あの熊本から来てる人らに申し訳ないですよ。寒いね、あっちあったかいのにね。こんな寒いところに来てもろうて。
とうとうダウンパンツまで出した俺。いや、いるだろう。いや、いるいる、これ多分寒い。あ、タフマル忘れた。ん、ジュニアがあるじゃないか。ジュニアしかない。ちょっと軽く違うか。いや、軽く違う。行ってみただけ。両方持ってるだけ。もうすべてモーラーじゃなかった、あのそれでオピニーでやるっていう。まあ、全然切れてない。まあ豚肉って脂が多いけど切れにくいね。切れたか切れてないか分かんない。ああ、すみません、ありがとうございます。これもつけっぱなしにしちゃうと暖房があるじゃん。ちょっと低サイズじゃね。でもいや、ほんますね。いや、やっぱりキャンプ向けに作っただけあるよね、これ。タフマルジュニアでしたっけ。うん、タフマルジュニア、ジュニアにちょうどいいサイズ。タフマルジュニアね、あのガスボンベがちょっと電には欲しいんだけど飛び出るじゃん。短いやつがね、めっちゃ高いよ、ボンベ。そう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 、あれ割高よね、あれ。めちゃめちゃ高いからね。単品で300、定価販売読んでるかなんか。今、あの、いろんなもんが値上がりしてる。タフマルとタフマルジュニアの違いっていうのは、要は、その、大きさだけですか、うん、このオリーブ色っていうのは、ジュニアだけ。何ですか、シーズニングしてるんだよ。いや、あのね、ある程度ね、この煙がガンガン出るまで熱くしないとね、中華鍋のくっつくんですよ。あれでも温度上げた方がいいからね。そう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 、あれ低い温度でやるけみんなひっつくよね。みんな使い方間違ってますけど。そうだから、多分あのすげえくっつくとかっていう人も出るだろうなとは思ってますね。あの使い方を間違ってるというか、だから二重になってるから、ここの風防の中にもあるから、その分やっぱり強め、強いのは強いみたいだけどね。おお、しっかり煙が出る。ねえ、煙出した方が。ありがとうございます。いや、あげるんじゃない。いやいやいや。囲うのに。っていうのは声優さんですか。反対反対、先にこっち。ん？作り方。え、嘘。本当よ。え、俺いつも豚から行きますけどね。俺はキャベツ、ピーマンを先に食べる。まあ、どっちでもいいだろうけど、ね。豚から行きましょう。自己流がベスト。自己流がいいです。大丈夫、ここにいる3人ともみんな共通してるのは、その話を聞かない。もう自己流がベスト。もう人の話を聞かないんだよ。やり始めたら絶対やあの負けないんだから、うん、でしょ、みんな心当たりあるでしょ。ないよ。こうやってあのすげえ熱したらね、全然くっつかないんですけど、まあ冷やいと火つくよ。冷やいとね、うん、冷やいとか低温の時、ね、そうですね。これだけで食べれそうだね。これだけで多分食ってもうまいと思いますよ、ね、塩コショウ。塩コショウだけで下手したらそれが一番うまい可能性もありますね。そうそう、うん、豚肉はうまいよね、あんだよね。豚肉うまいっすね。あの牛はね、やっぱ取れたってくるとあんまり食べれるんじゃない。ああ、豚もね、あの味噌漬けが好きだったりね。ああ、でもあのセーターの中華鍋買うのに、あのアマゾンで調べるのにセーター中華鍋で検索かけて、はい、結構いろいろな料理器具が出てくるから面白いのね。ああ、もう販売しようなんだ。まだ出てる、そうですね、昔出てた中華鍋とか。ああ、別のだね、中華鍋。あとホームページみたいなのはあるんですけど、その商品ページあるけど物がないんで、まだ入ってきてないですからね。予約とかができればなっていうのが。ああ、いやいや、ほんまそうですよね。これはね、あ、反対だ、ごめん、反対の反対。好きだな好きだなとしか。いや、あれ一回見たよ、野崎君、面白いって。はい、いや、あの歌はすごい俺あの好きなんですけどね。内容も面白いよ。あ、マジですか、うん。最近来たら安いんじゃない、安いんじゃない。うん、俺3、4人前っていうものに対してめっちゃ入れた気がするんですけど。何を。このソースっていうか、まあ濃いからいいか。3、4人前、これ3、4人前じゃないですよね、どう考えても。2人分ぐらい、2人分ぐらい。下手したら1人で食えるね、それ。まあ行ってみましょう、これで。良きに果たない。よろとか言って。じゃあなんかあれば入れましょう。ギャル化した親父。きめえ。きめえ。ピーマン美味しいよね。なんか肉でかっ。
肉でか。ピーマン取れてないし、つまめてないし。あ、ちょっと多いか。うん。ちょっと濃い感じだ。うん。でもうまいね。ピーマンが負けちゃう。負けちゃう。ピーマンの味がしていないもん。完全に負けちゃう。負けたね。さあ、さあ、どうなるか。